グランドアイル軍はアメリカ合衆国バーモント州の北西部,部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6970人であり、2000年の6901人から1.0%増加した。軍庁所在地はノースヒーロー町であり、同軍で人口最大の町はグランドアイル町である。グランドアイル軍はバーリントン大都市圏に属している。 グランドアイル軍は1777年1月15日にバーモントがニューヨークとは異なる国であることを宣言した時ニューヨークから割譲された土地に設立された数軍の一つである。この領域はマサチューセッツ、ニューハンプシャー、ニューヨークが領有を争っていたが1764年7月20日 イギリス王ジョージ3世がニューハンプシャーとニューヨークの境界をコネチカット側の西岸に定め、南はマサチューセッツとの宗教、北は北緯45度線に設定した。ニューヨークはオールバニー軍にその土地を割り当てた。1772年3月12日、オールバニー軍が分割されて、この地域はシャーロット軍となり、この状態は バーモントがニューヨークとイギリスから独立するまで続いたが、それで競合は終わらなかった。1783年9月3日、パリ条約が調印された結果として、アメリカ独立戦争が終わり、イギリスはアメリカ合衆国の独立を認めた。バーモントとカナダのケベック州との国境は北緯45度線とされ、それがバーモントとアメリカ合衆国の立ち位置に、 陸地の境界がない理由である。マサチューセッツは1629年からこの地域の領有を主張しており、それを正式に引っ込めたのは1786年12月16日のことだった。ニューヨークはバーモントに取られた領土について不満であり、連邦議会にその解決を委ねた。連邦議会は1788年3月7日にニューヨークの申し立てを却下した。 その後にバーモントが州昇格を制限し、連邦議会は合同委員会にニューヨークとバーモントの境界問題を解決するよう命令した。この委員会が1791年3月4日にバーモントが州に昇格する前に裁定を出したが、その時に認めた美修正は結局行われなかった。19世紀後半、ラトランド鉄道が ニューヨーク州北部からカナダ国境を経てバーモント州西側をラトランドに進み、さらに南のニューヨーク州チャタムに運行された。1899年から一連の土手道でシャンプレーンコ諸島を通る南北の線が運行され、バーリントンに直接つながるようになった。オールバーグから最後の列車が出たのは1948年だった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は195平方マイルであり、この内陸地83平方マイル、水域は112平方マイルで、水域率は57.56%である。バーモント州では、面積最小の軍である。5つある町の4つは、シャンプレーン湖の島にあり、オールバーグ町だけが、ケベック州から湖に伸びる半島の上にある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが軍内6自治体全てを制し、軍全体では共和党のジョージ・ W ・ブッシュに12ポイントの差をつけた。2008年では民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインに対して28.2%という大差をつけ、 州全体では37%差で勝利した。ありがとうございます。